おはぴよ、どうもひなぴよです。それでは本日もこくらせエピソード3やっていきたいと思います。前回はね、まあ源氏くんがもういいやって放棄しちゃったやつをカンタくんとかリポリンが何とかしようとしたけど、リポリンは一回もう何もしないよって言って、カンタくんはなんか頑張ろうとしたけど、なんか思い通りにいかないなーってなったっていうところですね。で、今千鶴先生なんですが、人変えでメジロめぐみちゃんに変えようかってとこですね。どうするか。あらららら、なんで好意に甘えないのさ、小太郎氏。あら、言っちゃった。失敗よ、秋葉。さあ、一人脱落よ。あと二人。一人はゴミ捨て場にいるはずよ。なるほど。これ多分リポリンのことを言ってるな。リポリン、ふてくされて、猫のところ、誰これ。あ、全然違った。猫のところに行って、いじけてるんじゃないだろうか。おい。リポリンでしょ、いるの。いたいた。彼女は、小倉瀬の池袋里穂。もう、そんなわかりやすいところに隠れるかい？ねえ、マロちゃん、聞いてよ。リーダーったらさ。彼女、何か策があるのかしら。人変え、リポリン。リーダーの言ったこと、ちょっとがっかりだな。見合わせ。もう依頼人はほっとくってのはどうかな。これじゃない？OK。すっかり白旗あげちゃって、TRL が絡んだら無理だからって。リーダー、TRL が武蔵さんとまどかさんをくっつけちゃうだろうって。そりゃあ TRL は優秀な人がいるらしいけど、もうちょっと対抗してもいいのに。だってリーダーらしくないもの。まあ私も勝手に動いちゃってるけどさ。私も勝手に動いてるし、文句は言えないかな。人変え。じゃあめぐみちゃん、どう、これを聞いてどう思います？彼女も秋葉の指令を受けていない。いいえ、油断は禁物よ。まだ一番厄介な人物がいる。彼女の様子を。一番厄介なのがいるわ。仕方がない。普通かい。メグちゃんのことを厄介なのって言うんだ。マロちゃん、これ聞いてなんか何もしないんだね。まあそりゃそうか。にゃんこだもんな。ゲンゲン。二刀千鶴子も、そろそろカンタから接触を受けたかな。小太郎くん、きっと交流委員を続けて、文化祭の準備に励むんだろうね。千鶴顧問に助っ人をよこさせよう。千鶴顧問に接触を。ただし、特化侵入は目立つからダメだ。なるほど。ああ、じゃあやっぱり千鶴先生を動かすんだ。日野くん、大丈夫なのかしら。このまま職員室に戻って、いえ、どこかに行かないといけない気が。普通科に行こうよ。交流委員の元へ行くってことで、秋葉くんに会いに行こうよ。はい、ここでいいでしょ。秋葉くん、また巻き込まれそうなんよか。さあゲンゲン、私が連れてきてやったぞ。どうするんだい。二刀千鶴顧問。秋葉くん、もうまた私を利用するつもりかしら。どうです、文化祭の準備。また何か企んでるのね。騒動の原因はいつもあなたたちなんだから。いえいえ、文化祭が円滑に行われてほしいと思っているだけで。真剣に。そう、手伝ってくれてもいいのよ。手伝うって言えば、特化の交流委員、大変じゃないですかね。そうね。本人がやる気満々なのはいいけれど、ちょっと心配はしてるわ。誰かが日野くんの援助をすればいいんですよ。暇そうな普通科の委員に。秋葉くん、やってくれるの？いえいえ、僕は忙しいので。本当かしらね。でもそうね。日野くんの援助か。誰か心当たりあるの？あ、いなくなっちゃったよ、ゲンゲン。あれ、秋葉くん？小太郎くん、これでますます仕事に集中できるね。
文化祭のために一生懸命仕事してね、小太郎くん。これ、助っ人、あれなんじゃないかな。武蔵くん？違うかな。一番厄介なのがいるわ。仕方ない、普通科へ。OK。え、めぐみちゃんを先に動かしていいのかな？一応セーブしよう。これって、しずる先生を動かしたくはあるけど、あ、いなくなってるんだった。あれ？げんげん？秋葉源氏、我が宿敵、これは見張らなければ。はは、そんな、花壇の中？くね、秋葉源氏。普通科の校舎の前で何やってるんですか、めぐみさん。あ、でもめぐちゃん、あ、これで動けるようになるんだね、めぐちゃんがね。で、まずちょっと千鶴先生にしようか。日野くんを援助してくれる人は、どっかで探してみようかしら。お、どうする？あれよ。実行委員長行こう。あれ、たまちゃん？うん。あ、よぎさん。二藤先生、こんにちは。お疲れ様。こっちでの仕事は大変でしょ？そんなことはないですよ。どっかの院、私にはあまり仕事させてくれませんからね。そう。よぎさんは余裕ありそうね。なるほど、たまちゃんに手伝ってもらうことにするか。もしよかったら普通科で日野くんを手伝ってほしいの。特科の交流委員の日野くんですか？ええ、すごく熱心なのはいいけれど大変だと思うのよ。いいですよ、じゃあ普通科で彼に合流しますね。ありがとう、社交的なあなたならきっといい助け手になるわ。いえいえ、じゃあ普通科に戻ります。交流ってうまくいかないものね。これで日野くんの負担が減ればいいけれど。よし、千鶴先生、ナイス、グッジョブ。ということで、じゃあめぐちゃんどうするの？リーダー、あなたはこんな形で依頼を打ち切ったりはしない。私にはわかる。さすがめぐちゃん、わかってんね。 TRL、 いえ、小倉瀬のメンバーさえあなたの真意に触れることなどできはしない。ならば私はリーダーの手のひらの上で踊るわ。どう踊ればいいか教えて。素敵。リーダーに接触、おそらくそれがリーダーの真意なのだから。オッケー。でもあれよ、今めぐみちゃんが見張ってるよ。大丈夫かな。あ、わかった。あれだ、めぐみちゃんが見てることを察して源氏くんがいや、もういいんだよ、諦めたんだっていうことを言わせるってことじゃない？どうかしら。文化祭楽しみだな。あちこちで準備してるわ。順調に進んでるのかな。普通科の実行委員、どっか交流委員をいじめないといいな。そうしたら交流委員も仕事に専念できると思うんだよね。ええ、そうね。なるほど、リーダー、そうなのね。どうなのね。二人にしか通じないものがある。ちょっと待って、もう本当にこの関係激エモ。めぐみちゃん、この二人にはちょっと割って入れないわよ、残念ながらね。お、秋葉、ついに負けを認めたのね。よし、勝ちが見えた、一気に決める。めぐみちゃん、勝ち負けではないのよってあなたが言ったんですけど、あなたが勝ち負け気にしてたらダメなんじゃないですかね。じゃあ小太郎くんにしましょう。おい、特化生、どうなったんだよ、予算。普通科の予算は変わらないって。はぁ、バカ言うな。なんとかするって言ったろ。考えがあるんだ。考え？一部展示を特化と合同でやるんだ。そうすれば予算も共同で使えるから。はぁ、今さら合同なんてできるかよ。あっちのこと何も知らねえぞ。僕は全部把握してる。申請チェックも審査も。特化の方は全部僕が関わったんだ。無理だ、時間もないし、第一展示が被ったらどうすんだよ。両家の展示、備品、全部洗い直してみた。ちょっと工夫すれば重複も、重複も抑えられる。向こうが納得しないわよ。特化なんかプライド高くて、こっちに協力なんか。その特化の交流委員がここにいる。つまり僕こそが特化代表だ。
やるね。偉そうに何の権限もないくせに他の特化生を説得できんのかよ。説得するよ。君らが思うほど特化は分からず屋じゃない。合同でも何でも予算が欲しいの。大口叩くならやってみなさいよ。予算が欲しいってなんかまあまあいいや。すぐに片付けろよ。失敗したらお前の責任だからな。特化も普通化も融通し合うべきなんだ。そうだよね。なんでこんな特化に押し付けるようなことするんだろうね。普通化と特化、まあそうね、特別化っていう名前なのが良くないよね。じゃあめぐみちゃんにしよう。これはチャンスよ。さあ特化の秘密の部屋へ戻りましょう。嬉しそうですね。さあ作戦を立て直すっていうかあれなのかな、いい作戦ができたわユラみたいな感じなのかな。はい、あ、ユラちゃんいるわ。チャンス、これはチャンスよユラ。と言いますと、ここで一気に畳みかけるの、あの二人を。二人と言いますと、決まってるでしょ、立川武蔵と阿佐ヶ谷まどか。あの二人を結びつけて、小倉瀬の野望を完全に断ち切るのよ。お姉様、一つお聞きしたいことが。なに、ユラ。なぜ浮かない顔をしているの、ユラ。勝ち負けじゃないっていうのをユラちゃんは気にしているんですよ、多分ね。二人を結びつけるというお姉様の提案、気になることが。これよ。私たち TRL は誰の仲をも取り持たない、見守るのが使命。お姉様の新レッドライナーズは運命の赤い糸を見守るのが使命かと。そう、そうよ。で、私たちが誰かを結びつけるというのはその趣旨に反するのではないかと。何言ってるのよ。あの二人が赤い糸で結ばれていることは明白。私たちは運命をねじ曲げるのではなく、その運命を後押しするだけなの。そうでしょうか。そうよ。幼馴染の二人、意地を張りつつも惹かれ合う二人。めぐみちゃん、それは違うよ。遅かれ早かれ結ばれる二人。しかし、今は厄介な連中がいる。小倉瀬。奴らの非道を指を加えて見ているわけにはいかない。はい、お姉様。その通りです。でしょ？だから、奴らがひるんだ今、手を緩めずに、一気に決める。はい。わかりました、お姉様。大変結構。では、計画立案に取り掛かりましょう。はい。大丈夫よ、ユラ。今回は私が直々に動く。あなたはそれを見てればいい。いえ、きっと大丈夫。お姉様のお考えなら、きっと。ここでめぐみちゃんが介入することによって計画が崩れるのかな、もしかして。だってユラちゃんのなんか方針でいくと、多分ダンスパーティーに自力で誘うのを待つっていうのがあと最善手ってことでしょ。まあ日野くんがこれから何してくるかはちょっとわからないけど。でじゃあ、あとはタマちゃんにしか帰れないからタマちゃんに帰る。さーて、二刀先生に頼まれたし日野くんの補助をしなきゃね。オッケー。はい、どうも。私も協力するわよ。あ、代々木さん。こっちで日野くんをサポートすることになったわ。よろしく。ああ、日野です。よろしく。何でもかんでも特化に任せちゃって。本来はあなたが特化に頼みに行くべきなのに。だって、こいつがやるって。あなたたちが無理難題を押し付けるからでしょ？まあいいわ。私がやるから。よし、両家で力を合わせて文化祭を成功させようよ。急に張り切り出したな、特化生。ねえ、日野くん、結構やるじゃない。頼りになるわね。代々木さん、いや、今度は特化の説得だよ。大変だな。特化方面は任せといて。私結構向こうの人たちと仲いいのよ。助かるよ。早速今日頼んでみるわね。日野くん、本当に交流いいみたいね。なるほど。で、じゃあ、めぐちゃんになるんだ。あ、うんうん、どうするんだ。
私がすべきことはリーダーから指示された。なるほど。ここで二人に伝えるんだね。これね。ん？どっちだ？こっちか？普通科の実行委員、特科交流委員をいじめないといいな。オッケー。行こう、護衛を探しに。彼はいつも新棟3階にいる。日野小太郎がいじめられないために、彼の心強い親友に護衛を頼もう。なるほどね。殴り合いをして分かち合って友情を築き上げた、武蔵くんの元へ行くんだね。どこにいるんだろうね。ここにいっぱい人いるけど。ダマー？ダマー？あ？新棟には上級生の教室が入ってるんだ。ほんと羨ましいよ。あら、あなた下級生？ここは3年生の教室しかないわよ。なるほど。どこにいるの？どこにいるの？武蔵くん？いた！特化生がこっちにいるなんて珍しいわね。みんなに詰め寄られて縮こまってたわね。いい気に。高太郎のやつ、特化なんかどっか行けばいいのよ。高太郎何やってんだよ。これでいい。めぐちゃん素敵よ。イケてる女よ。たまらねえぜ。違う、人替えだ。武蔵くん行くよ。小太郎くん助けに行こうか。小太郎いじめられてんのか。しょうがねえ、助けてやるか。いいねえ。どうもー。あ、小太郎喧嘩売られてるようには見えねえな。なんだあいつ、逆に生き生きしてやがる。みんな頑張ろう。一緒にいる女子は見覚えあるな。あいつ実行委員の代々木か。小太郎、こっちの奴らともうまくやってんだな。まどかも、今頃特化で働いてんのかな。ま、うまくやってんならいいさ。で、ああ、そうか、めぐろになっちゃった。間違った。めじろちゃんに帰るんだね。めぐみちゃん、行くよ。さあ、行くわ。情報屋を使ってやるのよ。なるほど。うまく情報屋は扱いますかね、めぐみちゃん。彼女は難しいですよ。あれ、こっちか。代々木さん。あれ？目白さんから出向いてくるなんて、どうしちゃったの？私が来た理由、わかりませんか？立川くんのことかしら。え？彼のために告白の舞台を用意します。へえ、小倉瀬みたいなことするのね。あの連中と一緒にしないで。私たち TRL は赤い糸に従っているだけ。そうなの。ねえ、私に何の用かしら。阿佐ヶ谷まどかさんを連れ出してほしいのです。適切な場所へ。なるほど。その場所で立川くんに会わせると。結婚は明日。実行委員が自然に行けて人気のないところ。なら粗大ゴミ捨て場がいいわね。あんな薄汚い場所、告白の舞台にふさわしくないわ。何言ってるの？そういう場所は告白舞台の定番よ。そう。あなたの方が詳しそうね。では任せるわ。ただし、ただじゃ動かないわよ。わかっているわ。ジュース、好きなだけ請求して。ありゃ、太っ腹。わかったわ。考えとく。代々木さん、大丈夫だと思うけれど。一度言っておくわ。何？秋葉源氏、小倉瀬には協力しないで。さあ、それは報酬次第。いいわ。どうせ秋葉は動かない。TRL から受ける恩恵、忘れないで。ええ、ジュース楽しみにしてるわ。ちゃんと依頼通りやってくれればの話よ。秋葉と同じくらい食えない子だわ。情報や。まあいい。彼女は報酬で動く。裏切る心配はないわ。好きなだけ請求っていう、報酬は結構、そうだな、難しいな、小倉瀬側がその報酬を超えるのは。どうするんだろうか。たまちゃんに協力してもらわないと結構難しいと思うんだけどな。じゃあたまちゃん。やっぱり動き出した。さあ行こう。たま。あれ？メグさん？もう、接触は受けたよね。
ノーコメントよ。情報が欲しいなら報酬を持ってきて。いいえ、あなたから情報を得ようとは思っていない。そう、何の用かしら。リーダーには考えがあるの。秋葉くんに、どんな考えかしらね。リーダーは、今でもあなたへの信頼を失ってはいない。へえ、そうなんだ。それはありがたいわね。メグさん、珍しいことするのね。ほう。どうするつもり？彼女に私の考えを伝える。なるほど。これだ。タマがリーダーの意を組めば、きっとうまくいく。タマ、リーダーの期待を裏切らないで。さーて、どうしようかしら。秋葉くんたら、今までの報酬結構滞納してんのよね。賢明なあなたなら、どう行動すべきかわかるはず。まあ、考えとくわ。そう、信じているわ、タマ。リーダーに従っている限り、あなたに損はない。おとなしく従っている限りは。これ脅し？大丈夫？これは私の個人的な行動。お、タマちゃん、これはどういう風に受け取る？秋葉くんの差し金ではなさそうね。あんなに凄んじゃって。私がどう行動すべきか、だって、面白いわね。私がどう行動すべきか、それは、阿佐ヶ谷まどかさんを連れ出してほしいのです、適切な場所へ。私の次の行動。そりゃあ私が得するように行動するわ。というわけで、私の行動は私が決めるのよ。翌日、その時は来た。どうなるかしらね。楽しみね。さ、行きましょう。まずは日野くんのところ、給湯2階。さあ行きましょう。まずは日野くんのところ。なるほど。ついに舞台が整うんじゃないか、たまちゃんが動き出すことで。さあ、ということで、じゃあ今回はこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。いや、マジでこれ、あれだね。たまちゃんのことが好きになるエピソード3ですね。もう、もともとなんか一番やりやすいし、爽やかだし、なんかサバサバしてて好きだったんですけど、一枚絵とかね、こういう風に、こう、ちゃんと報酬で動く、なんか感情に流されずに報酬で動くっていうところが、たまちゃんらしくてすごい好きだなと思いますね。さあ、全く予想がつきませんな、たまちゃんの行動は。まあ、うまくいくことを祈りますよ。ということで、次回に続きます。おつぴよでーす。